ういうガンマンのような構えから、はい、こうやって引きつける。俺たちいつかピロスケ副社長。さあ今日はですね、居合道をやってたこちらピロスケ君の方に剣術刀の方を教えてもらいたいと思います。はい、まあ、今回で4回目でございますね。はい、前回は刀の部位、そして前々回は構えについて解説したんですけども、うん、今回は剣術っていうのにスポット当てて解説したいと思います。いいじゃないの、いいじゃないの、剣術みんな好きよ。刀は剣術あってのものですからね。そうでございます、はい、行きましょう。オン。はい、ということで、うん、今回紹介する剣術はこいつだ。次元流でございます。よー、来た次元流。はい、まあ、次元流知らない人に説明しますと、薩摩門外不出の剣術です。うん、はい、まあ、とにかくね、もう一撃が強いで有名です。まず一つ、次元流は二の太刀いらずの剛剣って言われてます。とにかくこの一撃にかけろと。お、二回目はいらねえと、うん、避けられたらもうその時はその時だってやつです。いいよ、うん、で、もう一つ、近藤勇いたじゃないですか、新選軍局長の近藤勇。うん、はい、薩摩の初太刀は外せと言われてます。おお、やっぱ怖いと。一撃目はもうマニュアルになってるんですよね。うん、次元流の攻撃をガードした人もいますね。うん、そしたら刀もろとも頭蓋骨にめり込んで死んだらしいんですよ。剛剣すぎ。まあ、ユスの木刀を使ってもう立ち木っていうのを立ってるこう木があるんですよ。それをとにかくこう打ち続ける。お、はい、朝に3000、夜に8000やるのが、まあ、基本です。うん、マジだ。達人クラスになると打った瞬間煙が出たらしいんですよね。どんだけ強いな。おう、まあ、次元流の特徴といえば構えです。はい、トンボっていう構えがあります。トンボね。はい、言ったらこういう感じ、うん、発想、高い発想ですね。はい、子供が喧嘩で棒を持ってこれやろって振るじゃん。うん、その構えがいいらしいんですね。はあ、ガムシャラーなんだ。ガムシャラー、はい、ではなんでトンボって名前なのかって言ったら、トンボって勝ち虫って言われたんですよ昔。はい、はい、後ろに下がらない虫っていうね。はい、だからこの次元流は後ろに下がらずに切っていく、言ったらそういう心構えである名前なんですよ。次元流の極意は運用です。運用、運用って何かっていうと、要は雲があるじゃないですか。はい、要は雷がバシバシって走る時あるじゃん。それぐらいのスピードで打ち込めっていうことなんですよ。いや、もう本当電光石火でやると、とにかく早く打ち込むのが次元流の極意なんですね。うん、次元流って戦場を想定してる剣術なんで、三尺馬を二本で移動しろっていう極意があるんですよ。それっていうのは、要はこうやって発想で構えますよね。うん、運用で切りつけますよね。はい、その次に相手が踏み込む前にこうやってスッと切り続けるっていうのをやっている。はいはいはい、それを続けていくと。そうなんですよね。とにかく早く切ってそのまま打ち続けるっていうのが次元流の極意です。なるほど。そしてもう一つ、カエルの目付けになります。カエル、180度見えるようにしろっていうわけのわからないやつです。もううまい以上やん。だからそれぐらいの意識でこうやって打ち込んで、あ、後ろの敵にいるんです、スーッと打ち込んでみたいな、こうやってやっていくっていうね。まあ、気を読めみたいな。そうなんですよ。まあ、この次元流が言ったら幕末時代に活躍した剣術って感じしますよね。うん、知ってる方は。はい、実はこれじゃないんですね。うん、幕末時代に活躍したのは薬丸次元流ってやつなんですよ。おいおい、はい、今の次元流が上級武士で、今からやる薬丸次元流は下級武士なんですよ。おお、分かれたんですよ。中村半次郎、田中信玄というのはこっちをやってたらしいんですよね。じゃあ薬丸次元流は何なのかっていうと、抜き即残の基本です。おお、悪即残みたいな。抜き即残っていうのは、言ったらこれ居合から始まるんですね。おお、こういうガンマンのような構えからこうやって切りつけるっていうのが、おお、はい、これが薬丸次元流のまず最初の技なんです。へえ。その後にこういう構えをするんです、トンボも。うん、もう全体を使ってるね。切りつけるのはこういう上下運動とか足の足腰、ああ、もう体のバネみたいなのを使ってみたいな、こうやって切っていくっていうね。はいはいはい、でこれってすごいのよ。こう下からの毛先に行ってガードしにくいのよ。上の攻撃とかこうやって防げるわけじゃないですか。下からとこうやったりとこうやらないといけない。はいはいはい、体勢がちょっとずれるわけですね。確かに役目を取りにくいものだわ。そして薬丸次元流の攻撃強いわけじゃないですか。だからこういう風に弾かれるのも遅いんです。その瞬間にこうね、ズバーンと下ろせば、いったら隙を埋まって相手をこう切れるっていう、ね。はいはいはい、これ何が実践的かっていうと、次元流はここから抜きつけて襲う前提で作られてるんですよ。この状態で走ってって切っていくわけですね。うん、走りながら切るって珍しいんですよ、剣術の中で。へー、はい、
えば正眼ブレますけ上段もそう、はい、薬丸次元流構えにぴったりくっつけるんですよ、こうやって、うん、これが薬丸次元流の基本的な構えなんですけど、うん、これで走ると剣先ちょっと見てください、そこまでブレない、さっきのこれだったらブレるじゃん、これだったりとかするとこうやることによって見たらブレにくいんですね、あ、だけどブレてないね、だからこそ走りながら切るのに特化してるんですよ、うん、あ次元流の強さの秘密はまだたくさんあります、おう、はい、まず単体で打ち密集してる打ち、うん、はい、まあ、次元流って言ったら1対1でもとても強い攻撃力を誇ってます、でも実際の戦っていうのは密集してるわけじゃない、そうなると刀を振るときって横に振ったりとかこうやると仲間にぶつかったりとか引っかかったりするんですね、お次元流って基本的にこの発想の構えからこう上から下ろすことしかないんですよ、はいはいはい、実際にあったんですけど次元流こうやって集団組んでうわーって襲ってってグワーって切っていくわけよ、おお言ったらスクラム組んでこうやって切っても仲間に食らうことはないんですね、はいはいはい、確かにね、だからまあ固まった戦力になるんですね、でもう一つが打ち込みに重点を置いてるところがポイントなんです、うん、はい、これなんか単純に聞こえるんですけどこれ奥が深くて強い武士を大量生産できやすいんです、うん、剣術っていろんな奥義あるじゃん、うん、相手の攻撃をこう受け流してこう切る技、うんうん、こう避けてこう切る技、いろんなのあるけども次元流その面全部捨ててるわけですよ、次元流さっき言った通りユスの木刀を使って一旦立ち曲を打ち続ける、うん、基本的にこれしかやらないんですよ、そうなると打ち込みだけは強いやつが生まれるわけですね、はいはいはい、他の剣術と比べると達人が生まれやすいんですよ、これに関しては、はいはい、習得しやすいみたいな、はい、でこれがあることによってもう一つポイントが出ます、はい、迷いがなくなる、実際の戦っていうのは迷いを生じるわけですね、うん、もう死ぬかもしれないと、はい、相手の攻撃をこう避けて切ろうって言っても避けなかったらどうしよう死んじゃうかもしれないっていろんな迷いが出てきます、はいはい、相当プレッシャーだもんな、ね、戦場次元流はとにかく打ち込むと、うん、避けられたらもうそのまま死ねと、あ迷ったとしても思いっきり撃つっていうことができるわけですよ、薩摩武士は、はい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 、まあ、それしかやってないからな、それできるだけで十分に戦で活躍できるわけ、そしてもう一つが奇声でもダメ食らってもダメ、とにかく新選組の他にもいろんな武士たちがこれを口酸っぱく言ってるわけです、で食らってもダメでしょ、え伏せんでもダメでしょ、えじゃあどうしよううまく避けれるかなっていう時点でもうこうやって迷いが生じてるじゃん、その時点で精神的に相手を拘束してるんですよ、心理的に主導権を取ってるみたいな、そう、そしてこれ門外不出なんですよ、うん、この門外不出っていうのがすごくて同じ敵と2回戦うことってほぼほぼないわけですよ、はいはいはい、で幕末時代に活躍した剣士って言ったら次元流そして天然理心流じゃないですか、うん、これって情報がなかったんですよ、うん、要は神道無念流とか言ったら北神道流っていうのはもう江戸ではブームだったんでみんなやってるんですけど、うん、情報が少なかったんですよこれって、おいざ薩摩と対峙するまでどんなものか分かんない、とにかく強いっていうのしか分からない、そして薩摩には遠鏡ってやつがあります、うん、キーとか見たことない、とにかく強い、そんなやつが急に薩摩がうわーって襲ってきたらもう恐怖で動けなくなる、あービクーってなるしな、でビクーってなってる時点で言ったら相手より先手を取れるわけですね、うん、薩摩の教育制度とうまく合わさってるんですよ次元流って、うん、はい、薩摩の教育制度ってむちゃくちゃしっかりしてる、急に結構収容を起きてっていうのがあります、うん、はい、それには上にこびず下を穴掘らずっていう教育制度なんです、どんな強いやつでも絶対に倒す、そしてどんなに自分が実力ついても相手を油断せずに全力でいく、それが次元流でも出てる、どんな時でも全力を出す、おそして次元流の強さを思いっきり引き出してるのは実は薩摩武士が使ってる刀が影響してるんですね、お薩摩こしらえっていう刀を使ってます、これもう次元流のために作られたのお前っていう方なんですよ、まず説明しますと、一つこちらツバ、これがね他と比べてちっちゃいんですね、おお、はい、なんでちっちゃいのかって言ったら、うん、さっき次元流トンボこう構えるわけじゃないですか、ちっちゃい方がぶつかりにくい頭、あーそっかそっかそっか、邪魔かツバが、そしてもう一つがツカです、うん、打ち取りなんですよ、こう反ってる、はい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 、こっちに反ってると切るのには特化してるんですね、でこっちに反ってると切るのにはそこまで特化してないんですけど衝撃を与えるとかもうとにかくバコンってぶつけるのには向いてるんですね、ああ打ち倒すみたいな、薩摩のさっきの攻撃って言ったらもう相手をとにかくねじ伏せるとか切り倒すって感じじゃないですか、うん、だからこっちの方が薩摩氏に合ってるんです、おとにかく下もギュッてもう握り込んでるんで、うん、薩摩のやつ
だからこの塚頭が太いんですよ。あ、本当だ。グリップしやすい。はい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 。そして唾も影響してるんですね。うん、はい、これ穴あります。うん、はい、薩摩武士の教育制度があるんですけども、武士官の簡単に刀抜くなって教えられてるんです。ここに紐通して言ったら抜けないようにしてる刀。へー。でも一つ強さの秘密があります。はい、紐解いたりとか紐を切った瞬間、要は抜いたら、抜いたら刀で返すなって教えられるんですよ。あー、だから次元流はこういうの全部含めて強い剣術なんです。はいはい、もう精神力も合わさってっていう感じ。そうなんですね。次元流の方、まあ、ちょっと解説してもらいました。そうです。こういうね、剣術解説っていうのもやっていきたいなとはちょっと思ってるので、うん、はい、面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方よろしくお願いします。で、反らしてることによってもう斬撃力、さらに衝撃の吸収、そしてこの峰の重心力でさらにパワーを上げてるっていう。どんだけ切りたいんだ。